集ファンの皆さん、お待たせ。はい、ということで今日は、鹿島アントラーズ戦間近ということで、鹿島アントラーズについてお話したいと思います。はい、鹿島アントラーズは、サーゴ監督体制の2年目でございます。今シーズンは、1勝3敗1分けと、調子が今一つ上がらない状態です。その要因の一つは、これまで怪我人が出ていること、特に上田綺世の不在は、非常に大きかったのではないかなと思います。鹿島自体のサッカーは、基本的には4-4-2を形成し、ビルドアップの時はセオリー通りに、サイドバックを1枚残すか、ボランチが降りてきて、後ろ3枚で、ポゼッションの方をし始めます。サイドでの局面では、しっかり裏を狙って、サイドを崩すシーンも多く見られ、ラストパスまでは、非常にいい状態でいけてます。まあ、サッカー自体を見ると、まあ、とても沈んでいるチームとは思えないんですね。ただやはり、最後の部分の精度、スピードの問題で、得点力不足という状態に陥ってます。それを象徴するかのように、昨シーズン18ゴールを挙げたストライカー、エベラードはなんと国内リーグまで今シーズン無得点なんですよね。ただ恐ろしいのは前節の名古屋戦の途中から、上田綺世が復活したことです。彼が戻ってきたことにより、ディフェンダー陣は、2人の強烈なストライカーに注意しなければなりません。上田が戻り、エベラードはよりやりやすくなるでしょう。そしてゴールの機会が増えると思います。まあ、それを表すかのように、先日のルヴァンカップの福岡戦では、上田綺世とツートップを組み、見事、今季初ゴールの方を挙げております。まあ、上田は2ゴール挙げますけどね。あれやべえわ。ただ、まだ攻撃のスイッチを入れられる土井選手がまだ復帰していないこと、これはやや浦和にとって追い風かなと思います。まあ、上田の復活はもう向かい風ですけどね。風が強い。あとは、右サイドバックの小泉選手には注意したいですね。まあ、彼自身非常にインテンシティが高く、オーバーラップのタイミングも良かったですし、何より対人に強い。まあ、サイドで相手がボールを持った時は、もう前を向かせないディフェンス見せてましたし、まあ、裏で言うならば、対人対決するのゆるき選手になりますかね。まあ、ディフェンスでは非常に激しく来るタイプなので、まあ、うまく、まあ、ファールをもらったり、まあ、体の向きを使って裏へ抜けてほしいですね。まあ、鹿島の中盤のボランチのレオシルバはもう言うまでもありませんが、 J リーグナンバーワンのボランチの一人です。球際の強さ、もうパスセンスはもう浦和を苦しめるのは間違いありません。当然浦和の敗戦は見たくないですし、やってくれると信じてます。まあ、サイドからのクロスを上げさせるまではもうしょうがない、もう目に見えてます。ただ最後の部分はしっかり体を張ってほしいです。まあ、浦和がビルドアップするときは、まあ、鹿島はあの相手のコースを切りながらプレスをかけてくるので、まあ、そのコースを気にする分、まあ、ロスが生まれます。まあ、そのわずかなロスを活用してビルドアップの判断を早めてほしい。ボールを下げれば下げるほど相手のプレスは強まりますし、顔を出す選手、裏を狙う選手をしっかり使ってチャンスを演出してほしい。ただ、まあ、鹿島自身も毎試合失点しているのは事実です。ただ、まあ、先日の名古屋戦や広島戦を見ると、まあ、正直崩されてはいないんですよね。まあ、言い方は悪いかもしれないけど、事故みたいな失点もスーパーゴール浴びちゃったみたいな、そんな感じなので、まあ、非常にディフェンスは正直言って強いです。鹿島に初のクリーンシートを与えるように浦和の躍進を期待しています。得点を与えさせないポイントはここです。そんなポイントあるの教えて。何今の声、なんか今変な声したね。上田綺世だけはもうガチガチに言ってくれ、槙野。去年2失点している借りを返してほしい。結局は最後の部分、上田綺世。この選手だけにはやらしちゃダメです。この選手にやらせれば、鹿島は絶対に乗ります。もう鹿島は流動的にコンビネーションでチャンスを演出するのはもう分かります。そこはもうやられます。ただ、最後の部分、体を張ってほしい。というところで、鹿島戦での勝利を期待して、バシッと締めたいと思います。それでは締めます。せー